岩越常和12月18日から1945年10月30日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。大阪府出身。岩越すぐえもんの長男として生まれる。大阪中学校を経て1900年11月陸軍主管学校を卒業。翌年6月公平将尉に任官士公平第3大体付となる。 陸士教官などを経て、1912年11月、陸軍大学校を卒業。1913年6月、陸軍省軍務局付勤務となり、同会員、電信隊付、交通兵団司令部員、陸大教官などを経て、1921年12月、臨時鉄道連隊長となりシベリア出兵に、動員された。1922年8月、 公平大佐に昇進し、参謀本部通信課長に就任。1924年7月から翌年に1月まで、欧州に出張。電信、第二連隊長を経て、1927年7月、陸軍省将に進級し、佐世保要塞司令官に就任。1928年8月、陸軍通信学校長に就任し、陸軍公平学校長。 陸軍方向学校長を歴任し、1932年4月、陸軍中将に進んだ。1933年8月、公平官となり、1935年3月、第三師団長に親保され、満州に駐屯した。1936年3月、参謀本部付となり、翌月、東京警備司令官兼東部防衛司令官に就任し、 同年7月まで2.26事件に伴う、改元司令官を兼務した。1937年8月に対面となり、翌月、予備役返入となった。ありがとうございます。